はい、本日はですね、ベストオブ白パックティーのご紹介していきたいなというふうに思います。パックティーといえばですね、比較的安い値段で何枚も入ってるっていう、まあ無地のシンプルな T シャツかなというふうに思うんですが、僕が以前出した動画で、パックティーを着るときに失敗しがちな特徴みたいな動画を出したんですけども、まあその動画内でも言ってたんですが、パックティーってやっぱり値段が安いので、その分ちょっと肌着っぽく見えたり、突発で着づらいっていうのがあったりすると思うんですけども、今回お話しするパックティーっていうのは生地が分厚いものしか取り扱ってないので、もちろんトップスでも着れますし、インナーでも着れるし、何回洗ってもへたりづらいっていうようなパックティーだけを厳選してご紹介するっていう感じになってるので、まあその辺を比較しながらご紹介していきたいなというふうに思います。で、僕がですね、持ってるっていうのが3つあるんですけども、それがまず1つ目っていうのが、ヘインズのビーフィー T シャツっていう T シャツになってて、これは結構有名な T シャツなんで、皆さん知ってる方も多いとは思うんですけども、ヘインズっていうパック T シャツがあるんですが、その中でも一番分厚いタイプのパック T になってまして、まあこれはよくですね、ヘインズのパック T 買われる方の中でも、まあ、頑丈なやつがいいとか、手首が出ないっていうのがいいっていう方がよく選ぶタイプっていうのがこのヘインズのビーフィー T シャツっていうことになってて、まあこれがまず一つ目っていうのと、二つ目っていうのがフォースアベターという T シャツになってまして、まあこちらのパック T シャツも以前動画では紹介してるんですけども、このフォースアベターっていうのも生地が分厚くて6オンス以上あるタイプになってるので、まあこちらも比較対象にしていって、三つ目っていうのがホワイツビルっていうパック T シャツなんですけど、まあこれアメリカの元々ブランドなんですけども、今は日本の企業が再現してるっていうことで、まあこれも分厚い生地を使用してるっていうことになってるので、まあこの以上三つを比較していって、でまあ、どれがどういう人に向いてたりとか、コスパいい人にはこれやし、機能的なものがいい人にはこれやし、クラシックがいい人にはこれやしみたいな感じでお話ししながらご紹介していきたいなというふうに思います。でこちらのパック D はですね、購入した時に全部紹介動画を出してるんですけど、紹介動画ではなくて実際着用してみてここ微妙やなとか、これちょっと変わったなとかっていうところがあるので、まあ、そういうところも盛り込んでお話していこうと思いますので、早速お話していきたいなと思います。では比較するのがですね、7つ比較していくんですが、まず1つ目っていうのが生地の分厚さっていうことになってて、生地の分厚さがですね、もうこれ全部紹介してるのは6オンス以上しかも紹介してないので、まあ、パックティーといえばもっと有名なやつありやんっていう方もいらっしゃると思うんですけど、もうそれはあくまでへたりやすいし、生地が薄いという前提のもと省いてますので、まあこれは丈夫で、なおかつ生地が分厚いっていうものしか取り扱ってないので、これ以外にも6オンス以上のあるんですけど、僕が所有してるもので紹介していくんですが、まずこれが順番に言っていくと、ヘインズのビーフィー T シャツが6.1 オンス。で、次のフォースアベターが 6.2 オンス。で、次のホワイツビルが 6.5 オンスっていうことになってて、まあ、全部6オンス以上で、10なんぼっていうのは正直そんなに触ってる感じはわからないんですけど、まあ、僕はですね、全部着用してみて思うのが、実際触ってみると、ヘインズのビーフィー T シャツは、まあ、そこそこ分厚いなっていう感じはあって、で、フォースアベターも分厚いんですけど、両方とも大体同じぐらいの分厚さってことなんですが、ホワイツビルに関しては 6.5 オンスと表記はあるんですが、僕が触ってる感じはそんなに分厚くなくて、むしろヘインズとかフォースアベターより薄く感じるので、表記は 6.5 なんですけども、もう少し薄く感じるっていうことになってるので、まあ、この辺は実際持ってみないとわからなかったかなというふうに思います。ちなみに全部生地はコットンで使ってますので、まあ、生地の特徴とか風合いっていうのはまあほぼほぼ同じような感じということになってます。では次は形を見ていきたいんですけども、まあ、T シャツって一口で言っても全然形が違くて、横に広いやつがあったり、縦に長いやつがあったりすると思うんですけど、まずヘインズの方からはボックスタイプの形になってて、まあ、ボックスタイプっていうのはどういうことかっていうと、まあ、縦長でもないし、まあ、横に極端に広いわけじゃなくて、本当にこういうふうな、よくある定番のタイプっていうことになってて、まあそれがボックスタイプっていうことになってるんですが、一応この3つの中で一番着丈が短いタイプがこのヘインズのタイプになってます。で次フォースアベターもですね、形はほぼほぼ同じでボックスタイプにはなってるんですけども、まあ、ヘインズと比べると少し着丈が長いかなということになってるので、ほぼほぼ変わらないんですけど、微妙に比べると長いぐらいなんで、まあまあボックスタイプはボックスタイプということです。で次3つ目のホワイツビルっていうのがですね、まあ、これだけ唯一ちょっと形が違うんですけども、どっちかというとジャストサイズで一番身幅が狭いタイプになっているので、こうボックスタイプではなくて昔ならではのこう縦長タイプというかっていうのがこのホワイツビルということになってます。で次3つ目っていうのがですね、まあスタイルってことになってるんですが、まあ似合いやすいスタイルっていうのがですね、まず1番目のヘインズの方から言うと、まあ、ボックスタイプで着丈が短いので、まあサイズを上げていっても上げていっても着丈がめちゃくちゃ長くなるっていうよりかは、まあしっかり横が広がっていくので、オーバーサイズとかゆったりした着方っていうのが特に向いてるような
感じのパックティーっていうことになってて、まあ、次のホースアベターっていうのも、まあ、ボックスタイプなんですけど、まあ、基本的にはベーシックな感じなんで、まあ、どういう風にも着れるっていうか、まあ、一般的な着方ができるっていうのがホースアベターという感じになってて、まあ、次のホワイツビルっていうのはどっちかっていうと、まあ、ジャストサイズで着るのが一番いいかなと思うので、やっぱり身幅を大きくしようとすればするほど着丈もガンガン長くなっていくので、まあ、身幅をある程度例えば XL とかで大きくしたとしても次はだいぶ着丈は長くなってくると思うので、ホワイツビルに関してはジャストサイズぐらいで着るのが一番いいかなというふうに思います。で次はですね、1枚あたりの値段というところになってるんですけども、1枚あたりの値段がですね、ヘインズの方は1枚あたり約1,500円で、ホースアベターの方は1枚あたり約2,000円、次のホワイツビルは1枚あたり約2,500円ということになってますので、まあ、値段的に見ると一番ヘインズがお手頃というかコスパがいいという感じにはなってます。まあ、ただですね、1枚あたり2500円以下で全部あるので、まあ、値段的にはかなり安いんですけども、一応1枚あたりで換算するとこんな感じかなというふうに思います。では次は洗っていった後の質感というところなんですが、まあ、パックティーってですね、こう広げて、まあ、買って最初開けた時って、まあ、みんなピンって貼ってあって全部綺麗な状態なんで、あんまり比較ってわからないんですけども、洗っていけばいくほどその T シャツならではの独特な風合いとか、まあ、短所長所って出てくると思うので、まあ、そういうところの質感をまずお話していきたいんですけども、ヘインズの方はこうどんどん洗っていけば洗っていくほどこう US コットンかのごとくガシガシしてくるっていうことになってるので、まあ、着てて悪く言えば着心地がいいっていうことは全くないんですが、その分丈夫さはあるやろなっていうのが、まあ、触ってる質感っていうことになってるんですが、まあ、次のホースアベターは対極的なんですけども、こう洗ってても、まあ、買った時からそうなんですけど結構サラサラしてて、で洗っていっても、もちろん洗っていくと新品の時よりかはちょっとガシガシはしてくるんですけども、他の3枚のパックティーと比べても一番サラサラした触り心地になってて、まあ、全部同じコットン100なんですけども、やっぱり会社が違うと生地の織り方とか糸の作り方とかが若干ずつ変わってくるので、まあ、そういう部分で質感が変わってくるんですけど、まあ、このホースアベターはちょっとこの3枚の中ではサラサラしてるようなイメージに近いかなというふうに思いまして、で次のホワイツビルっていうのは少しですね、ちょっと頼りない感じがするというか、まあ、洗っていく前っていうのはピンって貼ってるからいいんですけども、洗っていけばちょっと、まあ、生地がさっき言ったみたいに薄く感じるので、まあ、よく言えば涼しげな感じなんですが、悪く言えばちょっとテロテロした感じっていう印象があるので、まあ、その辺に関してはこれ洗っていって分かったことなんですけども、まあ、ちょっと頼りなさがあるんかなと、まあ、僕個人的には思います。で6つ目の縮みっていうことなんですが、これ全部コットン100でできているので、防縮加工っていうのがされてないアイテムはぐんと縮んで、防縮加工がされてるのはそんなに縮まないんですけども、一応まあこれ縮みがあるアイテムもあるので、それをお話していくと、ヘインズの T シャツに関しては防縮加工がされてないので、洗っていくと一番最初だけギュンって縮むんですけども、まあ、大体縮むのが何1センチ2センチくらいは縮んでいくんですが、まあ、それも別動画でお話ししますので、それ概要欄に載せてますので、まあ、縮みがどれぐらいあるか気になる方は見ていただければいいかなと思うので、1ヶ月着用したバージョンと新品バージョンがどれぐらい違うのかっていうのをやってます。で対してホースアベターはですね、防縮加工がされているので、まあ、ほぼほぼ縮みがなくて、何回着用しても買った時のサイズ感とそんなに変わらないので、まあ、購入時のサイズ感っていうのはサイズ表を見てもらって、まあ、それで選んでいただければ全然問題ないかなというふうに思います。で3つ目のホワイツビルもですね、これもサイズ感の縮みっていうのがあって、まあ、これもこれで別動画で購入した時の動画っていうので紹介はしてますので、まあ、気になる方はそちらを見ていただければいいんですけども、だいたい1センチから2センチぐらいは、まあ、縮んだかなという感じでは思います。でまあ最後に特徴をお話していくんですけども、まあ、特徴っていうのがですね、まずヘインズから話していくと、まあ、ヘインズって聞くと、まあ、誰でも知ってるようなパックティの、まあ、ブランドかなと思うので、まあ、知名度はめちゃくちゃ高いので安心感とかはあるかなというふうに思います。で次のホースアベターの特徴としてはですね、まあ、これはですね、生地は軍でもイスラエルの軍隊でも使用してる生地っていうことになってるので、まあ、そういうちょっと変わった生地を使ってるっていうのが、まあ、特徴的かなというふうに思いまして、まあ、これが少し吸収性とか速乾性とか、あとちょっと冷えひんやりするような着心地があるっていうところが特徴的になっているようです。で次のホワイツビルの特徴っていうのは、まあ、これはクラシックな感じ、ちょっと昔っぽい感じになってるんですけども、まあ、1950年代60年代のアメリカを彷彿させるようなスタイルっていうのが、まあ、特徴かなというふうに思います。はい、ということになってますので、まあ、最後総括していくと、どんな人に向いてるんかっていうのはですね、例えばコスパがいい T シャツがパックティーが欲しいであったりとか、オーバーサイズでパックティーを着たいとか、安心感が
パックティーに欲しい、もう間違いないでっていうのが欲しいっていう方に関しては、ヘインズのビーフィー T シャツっていうのが一番おすすめかなというふうに思いますので、まあこの辺に該当してある方は、ヘインズのパックティーを購入されることが一番いいんかなというふうに思うんですが、次のホースアベターっていうのは、まああくまでパックティーといえども機能性を求めてる方であったりとか、あと着心地、サラサラした着心地がいいねんっていうのをパックティーに求めてはる方とかであれば、ホースアベターのパックティーっていうのがまあ一番いいんじゃないかなというふうに思うんですが、このホースアベターのパックティーに関してはですね、実は購入時と着用していった後では色の変化っていうのがあってですね、最初購入した時はちょっときなりっぽい感じの色味になってるので、パッと見たら合わせづらいかなっていう印象はあるんですが、洗っていけば洗っていくほどどんどんそのきなりっぽさっていうのがなくなっていってですね、真っ白になっていくっていうことになってるので、まあそれと同時にサラサラ感もちょっと薄くはなってはいくんですけども、まあ色味の変化があるっていうことになってるようです。でこれに関してはですね、ホースアベターの会社さんに問い合わせて確認させてもらってますので、それを別便の拓造に聞きたいなと思います。では拓造どうぞ。はい、それでは、別便の拓造です。あれからですね、電話させてもらったら、ちょっと今までそういう事案というか過去の例はなかったんで、一回会社の方でも確認してみますということで、いろいろ調べ張ってから折り返し電話もらったっていう感じにはなってるんですが、会社の方で新品から洗ったりとかして色の変化があるかっていうのを見てもらったら、まあ、全くそういうのはなかったらしくて、まあ、今回僕が起こった色っていうのが、まあ、こういうちょっときなりっぽい感じの色味っていうのから、これが何回も洗って白くなってる感じなんですけど、本当に微妙な感じで白くなってるっていうことで、まあこれをお伝えしたら、まあおそらく、まあ会社の方ではそういうのは全くなくて、この色っていうのがずっと続くような形やったんで、まあ、こういうふうに白くなるっていうことは、おそらく使ってる洗剤の漂白剤の成分が何かしら反応したんじゃないかっていうところに落ち着いて、一応今のところはそういう事案というか、こう白くなったっていうのは聞いてなかったっていうふうにおっしゃってはったんで、まあ、おそらく僕が使ってるアリエールの洗剤が、この反応したんじゃないかという感じにはなってます。一応色はこうやって出し、これで多分分からへんかったら画像横に出してると思うんですけど、まあ、結構色味は変わってはいてるんですが、機能とかは全然それはおそらく変わりないと思いますって担当の方もおっしゃってあったんで、まあ、特に機能性とかは関係ないとは思うんですけども、逆にこういう白くなりたくない方とかは、僕が使っているようなアリエールの洗剤を使っちゃうと多分白くなっちゃうと思うので、まあ、これはやめた方がいいと思いますし、逆に白くしたい方はこのアリエールの洗剤を使えば真っ白になるかなというふうに思います。まあ、特に別にそれやからって、その、触った感じの質感とかもそんなに変わってる感じはないので、はい。原因としては一応わからんかったという感じで、お答えいただきました。では、こちらの拓造からは以上です。はい。ということで、色がきなりからちょっと白くなっていくということになっているようです。では、別ビルの拓造さんありがとうございました。最後にですね、ホワイトビルに向いてる方っていうのはですね、例えば、アメカジが好きとか、あとクラシックな感じ、ヴィンテージとかが好きな方とかであれば、このホワイトビルっていうのは形的にも、まあ、クラシックな形やし、もともと1950年代ぐらいにアメリカでできたブランドっていうことなんで、ドンピシャやと思うんですけども、まあ、ただ一つ、この3つの中で比べると、ちょっとホワイトビルは頑丈さに欠けるかなというのはありますので、6.5 オンスを誇ってはいてるんですけども、その割にはちょっと頑丈さがっていう感じはあるかなというふうには思います。っていうのがですね、まあ以上白のパックティーの中で、まあどれが一番いいかっていうお話はしてみたんですけども、今僕が持ってるのがこの3つっていうことになってますので、まあ今後、例えばヘビーオンス、6オンス以上のパックティーをどんどん買っていけば、まあさらにこれからプラスで動画を作っていくっていうことにはなってるんですが、今現状でヘビーオンスのパックティーはこの3つしか持ってないので、まあこれを紹介してみたっていう感じになってるので、まあ今後購入を検討されてる方とかは参考していただければいいかなというふうに思います。では本日はですね、僕が持ってる中で白のパックティーベストナンバーワンを選んでみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。